セルゲイ・ゲナディエビッチからセフは、ロシアのサッカー審判員。モスクワ州立土木工科大学在籍時に、ロシアアマチュアサッカーリーグで選手としてプレーした後、弁護士となる一方で、1995年に審判としての活動を始める。1999年にフットボールレフェリーセンターに帰省として入り、2002年に卒業。 前後してキャリアを積み重ね2008年にロシアサッカープレミアリーグのクリリアソベトフサマーラ対ルチの試合でトップカテゴリーデビューを果たした2010年に FIFA 国際審判インリストに登録され 2014FIFA ワールドカップ予選グループ A スコットランド対マケドニアの審判を務めたこれは2006年6月にバレンティン・イワノフが 2006FIFA ワールドカップ決勝トーナメントを担当して以降、ワールドカップ予選及び UEFA ユーロの審判に任命された最初のロシアの審判であった。2015年、ハワードウェブの紹介で、サウジプロフェッショナルリーグアルナスル対、アルヒラルの試合を担当。2016年には、リオデジャネイロオリンピックサッカー男子グループ B、日本対コロンビアの試合を担当した。 2018年3月29日 2018FIFA ワールドカップの主審の一人に選ばれた UEFA ユーロ2020では3試合を担当した。ありがとうございます。